東、女広史良東、女広史良から1915年は、那覇で中高の祖と言われる、明治期を代表する、当主の大親である。東、女広史良は、1853年4月17日、那覇西村の滝木売り商人、東、女広史洋の四、男として生まれた。闘名は、新吉広史、同名は新旧、新宮。 関陽は、ケラマから、ヤンバル線という小舟で焚き木を運搬して、那覇で焚き木を売ることを制御としていた。官僚の公営によれば、東、女家は、氏族、親子の支流であり、父、関陽は、その旧姓に当たるという。東女は、家計を助けるため、十歳頃から家業を手伝っていたが、一説では千八百七十三年、二十歳の頃、那覇種の荒垣を明らに、 当主を支持したとされる。荒垣が、久米氏族以外は、門外不出であるはずの那覇主を東女に伝授した理由は不明だが、荒垣家が東女家の得意先であり、滝木を売りに家に出入りする東女を見て、並々ならぬ素質を感じたからとも言われている。東女は、荒垣のもとで3年間ほど、那覇主を支持した。ただし、片柔流や、 東音流には、いわゆる荒垣派の方は伝承されておらず、また、宮城長順の、東で同外説にもこれについての記載がないので、真偽のほどは不明である。東女は、少年の頃より沖縄では修行していたが、中国憲法は、門外不出ゆえ親に断られて修行できなかったと、する説もある。また、荒垣に指示した後、荒垣が通じとして、 中国へ渡航することになったため、湖上流の湖上大佐田に一時期預けられ、そこでも修行したとの説もある。ただし、東女は湖上と山地をめぐって激論を繰り広げたとも言われ、この説とは矛盾する逸話も伝えられている。東女は1877年20歳の頃に中国への渡航を果たした。他にも24歳等がある。 東女が中国へ渡航した理由は、憲法修行説、出稼ぎ説、元固島の琉球王族、吉村御天の吉村智明の密使説など諸説がある。いずれにしろ、東女は渡航した直後は、当地で、焚木売りをしていたとも、薬売りをしていたとも言われるが、やがて、中国武術の大化ルールー校に支持することになったも、あり。最初、言葉が不自由だったこともあり。 また当時の武術修行の常として、東女はなかなか本格的な武術の教授をしてもらえなかった。歩法と呼吸法の稽古ばかりを4、5時間もさせられ、他は死の雑用ばかりだったという。しかし、ある時起こった大洪水の折、東女は命がけで師匠の家族を救ったことで、ルール校の信頼を得、死から本格的な武術教授を受けることになったと言われる。 その後、東女は、ルール港の中止省にまでなるほど、その技量を認められるようになった。東女が中国に滞在していた期間については、複数説があり、結論が出ていない。15年説、3年説、さらには往復の渡航期間を除くと1年に4ヶ月が、実質の滞在期間だったとする研究者もいる。他に8年説、10年説、16年説、 三十年説などもある。また、渡航も複数解説があるが、当時、中国への渡航は厳しい管理下にあり、脱身は容易でなかったことから、これには否定的な見解があり、結論は出ていない。それゆえ、東、女広史料が帰国した年も、二十代から四十代まで様々な説がある。帰国後、東女は那覇で道場を開いたが、 当初は思うように弟子が集まらなかったという。文献上確認できる最初の弟子は、吉村御殿の吉村町議で、22、3歳の頃から、東、女広司領に指示したとのことであるから、数え年とすれば1887年頃の入門となる。その後、1902年頃に、巨大重発、宮城長純ら、後の皇帝となる若者たちが相次いで入門した。 東女の弟子には、他に、マブニケ剣は、ひかよ、みゆき、遠山やまひろなどがいる。1915年、東女は、持病の気管支喘息が悪化して、弟子たちが見守る中、死去した。以前は、片山流の方は、宮城長順が捜索したものを除いては、すべて東女ひ資料が、中国で習得して、沖縄に持ち帰ったものと考えられていたが、 近年では様々な疑問が提起されている。東、女広資料は、ペ中チュリンを指導したのであって、スーパーリンペイは指導していない。地層鎮は、那覇の悪田の崎山信則が得意とした。崎山は、龍守流の海祖、中山権利の兄弟弟子であり、その流れは、国吉新吉を経て、沖縄憲法に受け継がれている。しかし、子供が親しい間柄で、 両々歌と呼んだことも考えられる。このことから、家族救出の逸話とは矛盾しない。こうした疑問点から、近年では東、女広資料はそもそも中国へ渡航していないか、渡航していたとしても中国憲法の極く処方を修行してきただけで、伝えられる経歴の大半は信憑性の乏しいものと、見なす研究者が増えてきている。以上の観点は、 片柔流との比較や近年の法中調査の結果である。しかし、東温流のペッチューリンでは、白鶴剣と同じ手形を用いるし、中国憲法でいう後相対や膝を伸ばした毛上げが存在する。これらの技術から中国憲法由来の拡証は形成される。しかし、体系だった技術であったのかは疑問である。長峰昇進、史実と苦伝による沖縄の空手。 相撲名人伝新人物往来者、1976年、96ページ。宮里栄一、沖縄強し重流空手道協会、清設沖縄空手道の歴史上地流空手道、協会、1977年、747ページ。東京大学空手部60年式年念号、編集委員会編、東京大学空手部60年史収録の寄稿文、藤原良さん、 近代空手道の先駆者、三木に三郎と憲法解説を参照。津口正吉、空手の心、角川書店、1986年、103ページ。ISBN40 億4852万296。図録、吉村町議帝沖縄県立博物館、1981年。ありがとうございます。